ですよね、うん、やはり長時間履いても疲れにくいっていうのが嬉しいですよね。はい、さあではここをご紹介してまいります。556573です、はい、今しっかりご覧いただいていますが、どうして黒がリコリスかというと、はい、こちらあの食べ物の名前から食べ物で、うん、あのアメリカの方で黒い食べ物がスタイリッシュな印象のかっこいいグレーですよね、うん、はい、こちらがチャコールグレーです。さあ、そして最後のカラーとなります。こちら、はい、ビーチウェディングのドレスにもぴったりですよね。本当、ビジューがついていますし、綺麗なにせ。あ、これ結構合わせやすいかもね。その白って私も大好きですけれども、はい。さあ、それではディテールをご紹介してまいりましょう。まず、こちら、はい、かかとの高さなんですが、ヒールの高さは 6.5 センチ。はい、新商品は今日、はい、大変人気をいただいておりますね。はい。そしてソールの高さ、厚みですね。ごめんなさい。ソールの厚みですね。0.7 センチとなっていますので、傾斜としては5.5。はい。はい。ん？そうですね。とても柔軟性にも富んでいて、うん、履き心地がいいんですよね。はい。このね、先ほど。でもここだけじゃなくて、全体的に本当にグニャッという感じですね。低反発の感覚なので、はい、すごく履きやすいし、すごく適切ですから、そうですよね、このグニャッと感は必要ですよね。はい、あとやっぱり長時間履いていると、履き心地って大事じゃないですか。そういう時にやっぱり履き心地しましても、はい、クリアーカラーとなっていまして、はい、ねえ、すごい。そうですね、これも太陽の光に当たった時にも反射して、すごいキラキラと光って綺麗なんですよ。もうこれであれば本当にこれからね、ちょっとそこまで、はい、あのお買い物に行きますというタウンユース、はい、あるいはオフィスユースの部分とかかとの裏の部分も施されてますからね、はい、さあパールは M サイズのみですね。残りわずかでなんとかご紹介ができますので、お早めのご注文よろしいですね。負担に感じるということはないんじゃないかなと思うぐらい、はい、楽ですよね。そうですね、やっぱりあのオカビーっていうのは可愛いだけじゃなくて履き心地の方にもご覧いただいています、S サイズがウェイトリストに入っています。はい、リコさんだけにリコ、はい、ブラックのすごい引き締まって綺麗ですよ ね、 綺麗ですね。あの黒の確かにサンダルって探そうと思うとものすごくカジュアルダウンされたものが多いんですけど、はい、エレガントですよ ね、 そうですね、ドレスに合わせていただいても上品な印象ですよね。綺麗ですね。本当ショートパンツにこう、はい、かなり足の分量というか肌の雰囲気が出るという時でも合わせていただくことができる、はい、気づきのように全て 6.5 センチなんですよ ね、 すね、はい、あの御社のネットでも、はい、今この 6.5 センチというのはマックスの高さなんで、はい、売れ売れだそうですね、はい、8センチ、はい、5.8 センチですね、はい、大丈夫ですね、すみません、はい、という計算になります。でもう一体型なので、はい、そうですね、非常に動きやすい。してあのもちろんあの海のレジャーに行きますよという時にも、はい、いちいちあの靴を履き替える必要もないですしね、はい、そうですね、もうそのままで、うん、です。さあそして、カオルコさんの表情では、こちらですね、パール、はい、ご覧いただいています。こちらもエレガントです。明日さあどうぞ皆様のお好きなファッションに合わせてくださいね。あの QVC でもオカビーは、はい、何年目になりますかね。もうここも本日初登場のお品となります。今ご覧いただいているのがリコリスというブラック系のカラー、はい、はい、そうですね、けれどもこちらの由来から来てますね。なるほど。そしてお隣こちらがチャコールグレーとご指定いただきます、はい、はい、非常にあの合わせやすいカラーですね。そうですね、これパールです。はい、はい、パール、とても上品なお色味ですよね。そうですよね。もうそれこそあのね、あのさっきウェディングドレスね、何でしたっけ、マッサージ、はい、マッサージビーズですね。ビーズこちらの方ついておりますので、もう歩くたびに、うん、もうマッサージを受けているかのような履き心地が得られますよね、うん、ね、楽だし、そうですよね、動きやすいし、ちょっと驚きました。はい、でパールの S が早速ウェイトリストに入っちゃいました。これね、やっぱ跳ね上げって大事して作られているサンダルをぜひ履いていただきたいですよね。ねえ、本当ですね。そして何と言いましてもしつこいですけど、クリスタル、ここ、はい、あのどの色合いに関してとか木とかが描かれているので、うん、はい、これがまた滑り止めの役割も果たしてくれるので嬉しいですよ ね、うん、ね、それがあのちょうどあの、うん、足の前面の裏の、あとやっぱりあのトングの部分でちょっと負担がかからないの、はい、とおっしゃる方、はい、あのね、疑問に思われる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、意外とそこまでそうですね、作られているので、はい、いいんですよね。さあでは、このココなんですけれども、履いた雰囲気ご覧いただくことにいたしましょう。リコさんの表情ではリコリス。
かけて聞いていただけますよね。このグリップ力ぜひあの裏も綺麗です、はい、裏はもう彫刻のようにあの葉っぱだ、うん。